時が宙に舞いました。あるいはもうあとできたらホームアンドアウェイみたいな形も見たいですね、はい、なるほどね。やっぱり1試合では運が左右するところもどうしても出てきちゃいますんで、はい、その他の競技特にフットボール系ではそういったねホームアンドアウェイで1試合ずつを戦うということがよく採用されるんです。まあ、中島選手も今グラウンドに出てきました。今細川選手2人 今やっと出てきましたね、それまではちょっと出にくかったのかな、はい、残念ながらその故障ということで細川中島の名前はこのアジアシリーズにはなかったわけなんですが、ただこのアジアシリーズに出るための権利を取るためにこの2人の活躍はもう欠かせないものでしたね。そうですよね、日本シリーズなんか特にそうですよね、もう脇腹を故障してまで出たということがありますからね、はい、無理して出ようと思えば出れたと思いますけどね、はい、そこは来年もやはり現役の選手としてやらなきゃいけないですからね、場内からは大きな拍手が沸き起こりました。今年のアジアシリーズ2008決勝戦は埼玉西武対ドイツライオンズの対戦になりまして、9回1対0サヨナラで西武ライオンズが統一を下したという決勝戦でした。今度は統一ライオンズの選手も一緒になっての記念写真ですが、渡辺監督もそのインタビューの中でありましたけども、その指導者として第一歩を記したのが台湾の野球と、そうですね、2年間だと思いますよね、そこであの言葉をね利用しないところで僕は指導したいと思いますね、はい、そういう経験がやはりあの選手のどういうんですかね、指導法、操縦法っていうのがあったと思いますよね、はい、統一ライオンズも昨日の予選リーグ SK と対戦しまして、昨年敗れた SK のリベンジを果たしました。それとこの決勝に進むためにはその勝つだけではなくて3点差以上つけないといけないという そうですよね、そういう条件がありながらのゲームだったんですが、それをあの、跳ねのけてちゃんと点を広げてね、立ち上がってきて、でこういう決勝戦でいいゲームした、で去年も負けてるってことでね、来年は本当に出てきたら怖いなという存在になると思いますよ、もっと力つけてくると思いますね、過去何度かこの決勝戦の模様を見ているんですが、こういったあの表彰式の後に両チームの選手が出てきてユニフォームの交換をしたり、あるいはこう握手をし合ったりというシーンは初めてかもしれません、初めてだと思いますね、はい、平和ユニフォームも入れますね。今ガオ・ゴーチン選手が中村武也選手のユニフォームを狙っていましたが、中村選手はユニフォーム脱ぎませんでした。そうですね、でこれ本人もこれテーブルナインもユニフォームで記念ですからね、今平尾選手のユニフォームを着ましたのはこれリオフーハー選手ですかね、はい、中村選手ユニフォーム脱いでますよ、違うかな、さあこの決勝での好ゲームが大きな自信となりました統一ライオンズ、来年に向けてのまた目標もできました。ユー・メンション監督ほとんど表情を変えずにこの大会も采配を取り続けました。さあそれでは今日のゲームを振り返ってみることにいたします。アジアシリーズ2008決勝戦、先発は西武ライオンズが涌井でした。その立ち上がりランナースタートを切ってバッターは三振だったんですが、三塁まで進みました。ファングション3番のブリトーはセンターへの浅いフライ、これではホームに入ってこれません。5番のガオゴーチンはセカンドゴロ、
松井も少しの不安定ではあったんですが、そうですね、よくここで踏ん張りましたよね、これ1点取られてるとゲームっていう流れはどうなってか分かんないですね。2回の西武ライオンズ、この回先頭4番の中村拓也がピッチャー強襲のヒット、先頭バッター塁に出ます。しかしこの後アルバザードが踏ん張って佐藤智明をレフトフライ、大島もショートゴロに打ち取ります。連続なんですよ、頑張りましたね。3回ランナー2塁1塁のピンチを迎えたんですが、涌井ブリトー三振、さらにガウゴーチンをライトへのフライに打ち取ります。このピッチングは1点覚悟でね、よく頑張りましたよ。そうですね、4回のライオンズ、西武ライオンズ石井義太のこの打球、首位本便の素晴らしいプレー、やはり分かると思いましたけどね、乗り込めました。さあ5回の涌井のピッチング、この辺りから斉藤さん立ち直り始めたんですね。そうですね、三振連続で取りましたからね。8番9番連続三振、1番のファンミッションフォアボールを与えたんですが、2番の郷大地を三振に打ち取りました。6回栗山塁に出て盗塁を決めます。さあ得点圏にランナーを送りました。しかし中村はライトフライ。7回です、佐藤智明ツーベース、チャンスを掴んだんですが大島三振、ピッチャーはゾン・イトンに変わっています。もう一つ気合入ってましたね、はい、さらに原もキャッチャーゴロ、なかなかホームが遠い、ガッツポーズはゾン・イトンでした。8回ランナー2塁1塁でヤン・レフォン三振、ヨフーハーも三振。ここはね、大沼がワンバン壊らない、よくスライダーをね連投しましたね。9回ツーアウトランナー1塁から6番の佐藤智明の打球は左中間、センターが回り込んでボールを取りました。ファンミッションからショートを中継してヤン・ジンホ少し躊躇した、そしてファーストランナー石井が帰ってさようなら。映ってないですけども全然入ってないっていう感じですよね。それで今見て分かったんですけど、レフトがセンターに少し遠慮しましたね。レフトが早く処理してはどうかなっていう感じの打球だったと思いますよ。完全にショートのこのジョン・ジンホがボール、中継のボールをホームに背を向けて取ってしまいましたね。全然ランナーが回ってるっていう意識なかったですね、あの辺りですからね、プレーすると回らないと思いますけどね、ツーアウトですからね、野球は何が起こるかわからないので、やはり回しますよね。アジアシリーズ2008の決勝戦は埼玉西武ライオンズがチャイニーズタイペイの統一ライオンズを下して見事アジアのクラブチームナンバーワンについています。